暗い話やめようとかさ。いや思った、もう序盤の2分ぐらいで思った、重たすぎるよいきなり。最初テキーラ飲んで、よしゃ楽しかったっすねってなんでシャープ2でいきなり死刑を。めちゃくちゃだよ、そんな思ったことって言うから。いや最近思った、まあいいんだけどさ、いいんだけどさ、最近あった、いやこれね道歩いててさみたいな、そんなないの。もうちょっとなんで死刑の話すんの。いやなんかそう思ったんだよ。なんかあるだろ、思い出したのが。あれだねって、スーパーで買い物してたらもう金出すのもセーバーバーがいてみたいな。俺らっぽいよ。一杯で、一杯だね。声も回ってるの。回ってます、うん。はい、というわけで、何々的な話っていうのをやれっていうことで橋本が言ってるんですけど、こういうのってなんかさ、でもコーナー入る前にさ、うん、なんかそのコーナーの音とか流れるんだよね。なんかあるよ、ね、もしかしたら橋本がもう流してくれてるかもしれない。うん、的な話みたいなのが、そうそうそう、なんだよね。いやもうだから橋本が作ってくれて流してくれてるかもしれない、放送の時は。なるほどね。わかんないけど、勝手にやってればいいんだ、うん、こっちは、ね、なかったら時のためにもう一回今翔太同じのやって、的な話。いいじゃん。しし しとかやるでしょ。橋本にそこまで編集能力あればね。今のでもバッチリバッチリで、まあリバーブかディレイかね。ディレイはかけれるよね。でも俺でもかけれるから。もう普通は誰でもかけれるからね。でもそれも橋本がわざわざそんなこの長尺ファイルのそこを切り取ってそこだけディレイ当てたりとかするかどうかっていうのはあるけど。確かにね。あとなんかラジオってさ、うん、やたら最初とかにさ、それにな、ちょっと外人の声でさ、うん、言うね。あ、言うね。なんか外人の声でさ、毎回かっこいい低い声でさ、うん、なんか入んない？入るね。それって FM のステップだけ？いや、AIG もあるんじゃない？もう日本中の FM やってんじゃない？そうだよね、うん、あれ、誰やるの？あれ、英語喋れる人やんの？あれね、ジングル氏みたいな人がいいんだって。マジで？アナウンサーみたいな、なんか英語のアナウンサーみたいな職業があって、そうなの？なんとかなんとかなんとかみたいな英語を言う。8.0 とかって言ってた。そうそうそう。Zero FM Northway。そうそうそう。同じでしょ？そうそう。それ言う仕事の人がいるらしい。あー、ターヤンとかジャザとかできそうだね。まあいい声の人だったらね、できんじゃない？ちょっと翔太何々的な話してみてよ。あ、いいよ。タイトルテーマなんだっけ？いや、それ翔太が決めんじゃない？あ、俺決めんの？あ、すごい。え、俺が決めんの？そう。まあ、最近あったことに当てる。枕をつけて話すんでしょ？ああ、そうだったんだ。なんか、俺、アメブロとか見ながら好き勝手喋ること、かと思ってたわ。アメブロ？アメプラ？あ、アメプラ？ああ。アメプラ見たらさ、俺見たらさ、なんか喋りたくなるじゃん。なるほどね。ニュース見たら。おうおう、なんか、俺はこう思うな、みたいな。あ、あったわ。何？はい。アメプラでさ、おう、俺、アメプラ見てんだけど。ルールに乗っ取ってあげてよ、ちょっとは。え、何？何？アメプラ的な話？そうそう。なるほど、はい。俺はずっとそれ擦れるから。おう、アメプラ的な話でいくと、おう、死刑制度、はいはい、を廃止すべきっていう人と、うんうん、いや、あった方がいいっていう人の討論を、はいはい、アベプラで見たんだよね。はいはい、うん、で俺はそれすごい結構考えた。おう、翔太はどっち派なの？ちなみに俺は死刑制度賛成派なんだよね。はあ、いいじゃない。いいでしょ。おう、まあ今日本って死刑あるじゃん。ある。で、確かに死刑にする順番がおかしいとか、うん、本当は死刑が決まってから何日経ったら死刑にしなきゃいけないって確か決まりがあるんだけど、うんうん、それ守ってないんだ、うんうん、完全に、うん、何年とか経ったりとか、その辺が不透明でおかしいとか、うん、そういう死刑決まってから執行するまでのうんぬんかんぬんとか、誰から死刑するのかとか、死刑する時のそのなんか何人かでボタンかなんか押して、誰が押したか分かんなくて、うんうん、要は自分一人でやったら最後ボタン押して人が死ぬってなったら、人殺したことが自分でこう実感として残っちゃうから、うんうん、誰が殺したか分かんないように死刑にしてるとか、そういうやり方とかうんぬんかんぬんはあると思うんだけど、うん、そのあとそのアベプラでね、うん、死刑執行は抑止力にならないっていう話があって、うん、なんかデータを取ってみると、うん、抑止力にはなってないらしいんだ。
うんうんうん、だ抑止力になるから、その悪いことしたら死刑になるから、うん、悪いことしちゃダメだよっていうために死刑を使うっていうのは、うん、あの期待できないっていう話があったんだよね、うんうんうん、だそれを理由にして死刑執行をあの賛成だっていうのは俺はおかしいと俺も思うんだけど、うん、俺はそうじゃなくて、うん、完全に被害者家族がすっきりするために死刑した方がいいと思うんだよね、うんうんうん、でその死刑の話の中に必ず絡まってくるのが、うん、その精神の病でやってしまった人、うんうんうん、例えば悪いことを同じまあ同じって全部同じとならないけど責任能力がない人ね、あ、そうそう、責任能力の有無っていうのを問われるじゃん、うん、同じような罪でも死刑になる人もいれば死刑にならない人もいるっていうのが、うん、話これ混ざってきて、うんうん、だから要はね、その死刑をするって決めるにも責任能力があるかどうかの判断も曖昧な部分もあるわけだから、まあね、ね、うん、あの どうやって正しい死刑っていうのを決めて執行していくのかみたいな話が出てたはずなんだ、うんうん、でも俺はそれはあのそんなこと考えなくていいと思ってて、うん、その責任能力じゃなくてね、うん、体がやったことだから、お、俺罪は体についてると思ってるんですよ。お、脳みそがどうだとかね、その時の調子がどうだとかっていうのはみんなあるけど、やっちゃったことはやっちゃったこととして事実が残るんでね、で事実っていうのは体に残ってると俺は思ってるんだ、やってるから。まあ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 、その死刑ありなしとまた話別になっちゃうけど、そうだね、まあそうだね、でもそれがあるから、うんうん、あの責任能力云々って言うんじゃなくて、やったことはやったこととして罰を受けた方がいい。じゃあもう全員死刑にしろってことだ、死刑クラスの罪を犯したやつは。そうそう、あのポン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 死刑にし、死刑にしたらね、どんな問題が起きるかとか、死刑にする人の辛さとか俺知らないから言ってるけど、まあ、知ったら意見変わるけど。結構過激な意見だね。俺は意見すぐ変わるからね。あの、変わるのいいんだけど。いや、俺は知らない、よく知らないから、そこの奥行きを俺は知らないから、でも、なんでかっていうと、いや、違う違う、いや、俺やばくないんだよ。やばくないよね。いや、面白い。いや、本当に。面白いわ。いや、俺は誰を見てるかっていうと、被害者家族見てるんですよ。いや、それは感情的にはね、絶対あると思う。殺してほしいっていうのはあると思う。そうなんだよね。感情的なことだっていうので、なんか、被害者の感情をどこまで、あの、サポートするかみたいな話になるんだけど、え、やっちゃったんだから、それは俺は、体がやったんだから、責任取ればいいと思うんだよね。で、被害者の家族と被害者の家族の人権、やっちゃった人の人権っていうのを比べるんだ、比べるじゃん、うん、みんな平等っていうのがさ、人間みんな平等っていうのが前提みんなあると思うんだけど、俺はそうは思ってなくて、いや、すごいすごい頭良さそうな話し方するけど、めっちゃバカなこと言ってんの。バカじゃないと思う、すげえ面白い。いや、全然俺めっちゃ理路整然と理路整然としてると思う。全く俺の中ではちゃんとしてんだよ、データもなくよくわかんないけど殺した方がいいって、いや思ってるってことは、例えば、いや、そうそう、よくわかんないじゃなくてさ、面白いわ。死刑になって罪を犯した人がね、大事な家族殺された人がさ、見たときに、うん、その人が死ぬっていうのと死なないっていうのでね、死なない方が人生頑張れるって被害者の家族もいて、死んだ方が頑張れるって人もいるのかもしれないけど、うん、俺のイメージではね、今のところ、うん、ひどいことされたら死んでほしい、ちゃんと罪に償ってほしいって思う被害者の方を俺は多分テレビでよく見てるから、うん、そういう人の方がマジョリティなんだと仮定して、うん、それを仮定した場合は、うん、俺その死んだ方、なんなら被害者が殺してもいいと思うね、うん、なんか昔さ、仇討ち制度みたいな、復讐はさ、合法だったんだよね。あ、そうそう、それそれそれ、家族を殺された人は犯人を殺してもいいみたいな空気があって、うんうんうん、でもそれって結局殺人じゃんっていうことになって、うんうんうん、復讐禁止する法律が生まれたんだけど、見たことある。それだったら俺もね、理にかなってる気がする、うん、殺し合いは OK っていう、なんか死刑よりなんかシンプルな気がするからね。死刑執行を誰かにやらせるのは確かに仕事としては重すぎるし、うん、なんかかわいそうだし、多分そのせいで辛い方もいるだろうから、俺はそこには、ね、
なんて優しさを持ってあげたいけど、うん、なら被害者がさ、うん、そのトコトコトコって言ってピッてボタンを押してビリ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 みたいな感じで、うんうん、で別にね死んで、うん、犯人を私の手で殺したけど気持ちは晴れなかった、あの子は帰ってこないと私は感じましたってなったとしてもね、うん、でもそれ でも死んじゃったから、うん、なんで死なないんだってストレスから解放されるじゃん。そう、ね、罪なんで償わないんだってストレスから解放されるから、うん、少なくとも大事な家族が死んでしまった場合ね、そのストレスくらいは解放してあげた方がいいんじゃないかなって思って、まあ被害者、まあ、殺人事件とかで被害者の家族が強く望んだ場合考えてもいいかもねっていうのはあるかもしれないね、うんあうんうん、でもそういうぐらいかな俺も。でもやっぱ世界の流れ的にはさ、死刑残ってる国の方が少ないっていうのがあったりとか ね、うん、その、うん、被害者以外にもその外国からの目線とかさ、うん、あるわけじゃない、この国のバイブスとして死刑ありの国って思われるのはどうなのかっていう面とかもあるから難しいんだと思うんだよね、うん、どこにさ、うん、顔向けるかだと思うんだ。そうだね、いろんなとこに配慮しなきゃいけないけど、俺も完全に被害者の人がスッキリするためにその命捧げていいんじゃないかっていう、そこしか俺は見てないから、それはねありかもしれないね、うん。なんかでもさ、死刑なしの国はさ、捕まえる前にピストルで撃っちゃうってのがあるじゃない。うんうん、あのアメリカとかヨーロッパとかはさ、うんうん、もうこれこの人捕まったらもう無期懲役とか死刑なるなっていう以前の、例えばピストル持ってる、うん、暴れてるだけでも、うん、あのポリスに撃たれるわけですよ。うんうん、それは死刑というか、まあなんていうのあれわかんないけど射殺されるんだよね、うん、犯人がね、うん、それはどうなんっていうところがあるよね。あるね。お前ら死刑なしにして人権にあの進んでるぜって法律で言っててもすぐ犯人殺すじゃん裁判しないで、うん、裁判しないで殺すの方が俺問題だと思うんだよな、うん、俺もすごくそれ聞いたらそう思うね。そう思う。でやっぱ日本の警察って犯人殺さないからさ、うん、でちゃんと裁判して罪を決めてるからそういう意味では、うん、あの別にあの死刑があること自体が野蛮とはストレートには言い切れない気がするんだよね、うん、すぐ殺す方が良くないと思うんだよな、うん、俺は野蛮だと全く思わないね。まあねそうだよな、うん、その人殺すのっていう点で見たらね野蛮なんだけど、うん、何のために殺すかって考えたらさ、うんうん、被害者の人の人生 を少しでも次のこう一歩進むためのきっかけを作ってあげるとか、うん、なんであの人は裁かれない、あの人は生きてるのに、犯人は生きてるのになんで子供は死んだんだろうとか親は死んだんだろうっていう、 そうだね、うん、それが晴れたからといってね、そのストレスが晴れたとからといって全部ストレスなくなるわけじゃないと思う。だってストレスってさ、うんうん、なくなったら違う色のストレスまた現れてさ同じぐらい辛いと思うんだ俺。だから、うんうん、それが解決したからといって幸せになるとは思わないけど、うん、少なくともそのストレスを被害者が持つ必要は俺はないと思うんだよね、うんうんうん、と思って、なんでむしろその弁護士の人とかね、まあ、あと冤罪だった場合っていうのがやっぱ一番リスクなんじゃない死刑は。そあ俺もそれ思ったけど、もしかしたらさ違った場合、それって裁判所の問題じゃん。そうだけど、それは裁判所とか検察とか警察が、うんうん、を信じるか信じないかの話になってくると思うんだよね。まあ、絶対有罪だって分かってる場合にしか出ないと思うけどね死刑って。さすがに怪しいけど一応死刑にしときますってあんまないと思うけど、でも何かの間違いでってことはね起きるかもしれないからやめた方がいいんじゃないかっていうのは結構大きい意見なんじゃないかね。うーん、それそしたらまた警察とかさ、うん、検事とか、うん、裁判所の人たちがね、うん、罪決めるたりとか捜査して証拠を出して、うん、あの結果的にそれ罪が重くなる軽くなるにあの関係する影響するじゃん、うん、警察の人がどういう捜査をしたかは影響するじゃん、うん、弁護士がどういう風に弁護したかも影響するじゃん。影響するよね、うん、それってもう環境だから、うん、日本が持つ罪決める環境だからさ、うん、そんな変えられないじゃん。もう変えられないね。変えるっていうかこれを俺は信じてんだよね、うん、でこれの元にヒューマンエラーとか何かしら重なって、うん、冤罪が俺発生すると思うんだ、うん、1% なのか 0.1% なのか分かんないけど、うん、発生すると思うんだよね、うん、だ仕方ないと思う。まあ最悪そうだよね、うん、だそれ死ぬのもそれ仕方ないじゃん。それってあの、うん、誤差だから。そうね。
まあめちゃ論理的に言うとミスはいつか起こるっていうのはねあるから、うんうん、間違って死刑になっちゃってもね、他の何千万人正解であれば一人ぐらいしょうがないっていう考えるか、一人でももしいるんだとしたらやんない方がいいって考えるのかってことだよね。そうだね、その、うん、そういうことだと思う。俺はねやった方がいいと思うね。死刑ね、いや難しいよね。だからぶっちゃけどっちでもいいもんな俺らからしたら。うん、そんないい、ね、そんなに重要なのかなって感じする。最近たびたび話題になってるけど、いやなんかさ、うん、でも子供が死んだとかさ、親が死んだとか、やっぱ俺子供いるからさ、うん、死んだと思ったらさ、もうほんと生きていけないっていうか、もう生きてる意味ないなって思うんだよね、うん、想像するだけでも、うん、で少なくともさ生きてる意味ないなって思うとこまで追い詰められたとしたらね、うん、その犯人やっぱり自分で殺してやりたいと思うし、うん、だろうね。少なくとも死んでくれ、お前も死んでたらさすがに死ねえよお前もって思うからね、うん、そういうちょっとねこの被害者側の気持ちを想像して、うんうん、あそうだよなって今共感を勝手に持ってるんだけど、うん、逆のその被害者側じゃない方に何か想像すればもしかしたら俺もバランス取れるかもしれないけど、想像する相手いないんだよ。そうね、あ罪を犯す側かな。まあうーん難しいよね、うん、まあ、あとねこのアビプラのね死刑の話もそれ思ったんだけど、そこで俺すごく思ったのが命さそんなに大事じゃないと思うんだよね。ああまあそういう意見もあるわな。あの重く捉えすぎてるような気がして、そういう考え方もあるね。大事にしすぎると動き悪くなるし、なんていうかね、大事に本当に大事にできるスペースを超えてみんなが大事にしなきゃいけないって思いすぎてる気がする。だって道端で殴れて死んだりするじゃん、うん、人、うんうん、牛にぶつかって死ぬとかさ、うんうん、わかんないけど、うん、滑って転んで死ぬとかさ、うん、命って結構すぐなくなるもんで、うんうん、っていう気持ちが今実はあって、うん、その命を大事にしすぎるのが、うん、いろんなところに弊害を生んでるような気がした。そうね、まあバランスってのは必ず存在するからね、うん、うん、でなんでこれ俺はそう思ったかっていうと、うん、あの前田刑事って知ってる？プロレスラー？違うよ、あの花の刑事っていう武将。あ、武将？武将、あの豊臣秀吉とか、ほうほう、信長の時代の武将なんだけど、あ、家康とか、うん、有名な武将なんだ、うん、その前田刑事って人を、うん、主人公にした漫画花の刑事ってやんだ、うん、読んだことある？ない。あるよお前。ない。あ、ない？あ、それ読んだからだと思うんだけど、武将ってすぐ死ぬんだ。あ、戦場でね、あのすぐ命終わるんだよね。うん、でこの人にも親がいてとか息子がいてとかって俺思ってたんだけど、でもあまりにもすぐ死ぬし、なんかそのガーッとみんなでモチベーション上がってアドレナリン出てる状態で戦をして、その戦場で死ぬっていうことが誉れ、うん、そうね、あの胸張ってその死ねる、うん、いい死に方っていうか自分が望む死に方だっていうのをその見てさ、うん、すごい俺感化されて、俺もそうやって死にたいって思ったのもあると思う。おーおー、まあ哲学としてはね、宗教としてはあるよね。あると思う。でもそれ、その命もうちょっと軽んじていいんじゃないかっていう論と、うん、翔太の子供が殺された時に犯人も死んでほしいっていうのを結構俺矛盾する部分もある気がする。あー、まあ、俺の子供死んでね、俺の子供も命軽いってことだからね。そうそうそう、軽いんでいいんじゃないかってね。殺人鬼の近くにいたんだからしゃあないじゃん、一人ぐらい殺されてもって、うん、1にカウントするのがさ、人によって1になるか、なるほどね、あの100になるかっていうのがあると思うんだよね、うん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 、そうだね。軽さを均一に下げるって、重さを下げてさ、うんうんうん、軽くするってなったらそうなるよね。そうなるよね。全部のみんなの意識の中で全部の命を全部軽くしようっていうのは、うん、なんかね、無理だし、うん、そうなった方がいいとは俺はあんま思ってないんだけど、うん、なん か過剰だなと思って、やっちゃった人まで守る必要ないなとは思うんだよね。なんか死刑以外にもっと辛い刑がありゃいいと思うんだよな。それもさ、無期懲役ってあるじゃん、うん、あれ無期懲役じゃないんだよね、うん、出てくるんだってな、十、うん、何年間とか二十何年間で無期懲役できないんだって、うん、してた。まあなんとなく最後まで行く人はいないんだろうなとはなんとなく。マジで俺無期懲役ってさ、だからあれも建前じゃん。建前だね。それもひどいなと思って、なんか罰せれないんだよ。まあ限界があるからね、やっぱあの一応刑務所ってその社会復帰させるための装置だから、
そうだよね、もうちょっとその死刑と同じぐらい嫌な罰があれば切り替えていけるような気もするんだよね。別に死刑じゃなくてもとは思うんだよな。あればね。でもないあんのかな。もう確かそれも模索してさ、案としてさ出てきても面白いよね。なんかそしたらみんなが納得できる形で、すごい辛い罰があって、うん、で被害者の人もそれされたら納得できてみたいなものが他にもしあるんだったら、うん、そう死刑のありなしもそうだけど代わりになるものっていうのも考えていった方がいい気がするんだよね。もしなしにするにしたらね。いや、うん、ね、まあまあ、ないか。あいつは悪いことしたんだからこれぐらい痛い目あった方がいいよっていう意識俺はあんまなくてさ、うん、そうだよね、それはそうだよね。そんなのとくだらないっていうか、うん、それって俺当事者の話でしかないと思うんだよ ね、 まあ、そうね、当事者がどう思うか以外に考える点なんてないと思ってて、うん、だから周りがね、 あいつ罪と罰が、バランス取れてるねって思うかどうかは俺はどうでもいいと思って。確かに。要はもう体がやっちゃったってことが分かったんだあれば、うん、被害者の人が被害者の家族が、うん、よりよく生きるための道具として、うん、その肉体とか命を使うっていうのでいいんじゃないかなってすごく思ったんだよね、うん、それすごくね考えさせられた。で俺の死生観とか、うん、なんで今こんな風に思うのかなとか自分の家族だったらどうかなとか考えるじゃん、うん、考えて結構あ多分花のケージ最近読んでるからこういう気持ちもあるのかなとかは思ったね、うん、なるほどね、うん、これが俺のアデプラ的話。おなんかまあまあいいんじゃない、いい話だったんじゃない。いいでしょ。俺結構思いあったわ。そういえばどう出てきた。一回止めますか。まあ、止めます。高倉健みたいな髪型になってるな。まあ死刑ね、反対の人もいるし賛成の人もいるし。反対の人さ、うん、でさ話しても面白かった。面白いね。俺でも基本的には反対だよ。みんな反対だから。なんだよ、バカにしてるのか。いや俺さ、バカにしたいんだけど、周りの国が反対だから。いやそれもっていうのは俺あんまり好きじゃないっていうか。あ、いやそれはもちろん関係なく、やっぱ本当にやんないわ。何らかのこう権力によって人を殺すっていうのはちょっと良くない気がするんだよな。あー、なるほどね。それはすごくわかるわ。まっちゃんなんか殺人結局殺人だと思うから、やってることは。確かにね。それ話し合って、ちゃんと話し合ってちゃんと安全にやるんで大丈夫ですよ、殺してもっていうのはあんまり良くない気がするんだよね、なんかモラル的に、うんうんうん、それだったらもっと死ぬまで働かせた方が良かったりする時もあると思うし。水星に送ってさ、水星のその、うん、土木作業みたいなのをさせるみたいなさ、そういう世界観いいよね。そうね、それまあやっぱ人権っていう観点でいくとね、それも本当はダメなんだけど。死んでると一緒じゃん。そうだよね、うん、そのだからめちゃめちゃ人体実験するとかさ。あ、それは ね、そういう路線もあると思うんだよね、うん、でもそれもダメなんだけど、人権的に言うと。それでね、被害者の人がねスッキリするかって言ったら分かんないけどね、まあ、どうせ死ぬんでしょ、それは人体実験して。まあそうだよね、うん、いや難しいよね。殺すことっていうので考えたらさ、うん、犯人が誰かが道でね人をいきなり殺す、うん、っていうのと電気椅子で、うん、その刑務官が殺すっていうのを、うん、まあ、同じ人殺しな、じゃあ言っちゃったら、うん、殺すで比べたら人を殺してるってことの、うん、意味の人殺しで言ったら人殺しなわけだけど、うん、俺はそこが同じ人殺しだからっていうのは全然思わなくてさ、なんかそのやったことはその人の命をなくしたっていうのを殺すじゃん、うん、だけどね、なんか そういうことよりも誰かの大事な人をいきなり勝手にやっちまったってことが問題だから、うん、そっちそういうものとして捉えて、なんていうんだろうな、罰を与えた方がいい、罰っていうかスッキリするようにした方がいいなってすごく思っちゃうんだよな。思っちゃったこの間は。まあ、感情の問題はかなり大きいと思うけどね。何のためにその命使うのみたいな感じになってくると思うんだよね俺。そしたらあれだと思うな、
諸外国の いろんな国にいいと思われるためにっていうよりは、うんうん、被害者がすっきりするためにその命は、まあ、使いましょうっていうふうに思っちゃったね。何検索したの今。アベプラ死刑まとめとかあったかなと。いや、なるほど、ね、うんうん、アベプラスペース死刑で調べたね、うん、死刑の必要性、まあ、難しいよね、まあ、ざっくり人権について考えるとやっぱある意味はないと思うんだよね、うん、もう今だってさ、うん、年に何人もいないわけでしょ。いや、全然ない、全然ないんだよ死刑、ねえ、うん、だからなくしても良くないっていうところであると思うんだよね。ないみたいなもんなんだよ今確かに、ね、うん、それだから残しとわざわざ残しとく意味って何なんですかっていうところなんだと思うんだよね。確かにね、 ないならないで、ね、ないって言えば、ないならないで、 そのさ日本的なさ、なんか一応あるけどやんないみたいな、うん、無駄だよね、うん、ごまかすさ、やれないならやりますって言って、うん、現場出てでも商談ないみたいな、うん、そういうくだらないのはない方がいいなと思うね。まあ、大体そのとこですかね。これ編集するの大変だぞ、これこのまま流すのかな。今30分ぐらいでしょ、ね、始まってどうすんのこれ。こんな変に切り取ったら俺らの意見も変わりそうな話こんなハードな話どうすんの。ちょっと 5分にすんでしょ無理だよこんなの。プロでも無理だよこんなの。いやでもそれは浅い話になるよ5分にしたら。いやいや